では立ち上がっていきましょう。足の裏をまず左右平行に揃えるように置いて、足の土台、親指、小指、かかとで体を支えます。右足に体重をかけて、左足を一歩、二歩ぐらい外側に出していきましょう。右の手首をつかんで、息を吸って上に長く背を伸ばし、吐きながら優しく体側伸ばし、この姿勢で余裕があれば、さらに右足に体重をかけつつ、左の足を浮かしていきましょう。まがたまのポーズでバランス感覚を養っていきます。背骨は上に上に伸びる感覚。さあ、今度上半身センターで上げている足を一歩後ろにクロスしてつきましょう。今度上に上がっている手ですが、合掌するか甲同士を合わせてさらに組んでクロスした合掌。余裕があれば後ろの足を浮かしていき、また片足バランス、内もも同士キュッと寄せ合います。ここで余裕がある場合は、右から後ろを振り返ってアンバランスを作って、さらに体幹力を養います。さあ、呼吸も忘れずに、息を吸いながら顔正面、両手をほどいて足も置きましょう。少し曲げ伸ばしをしていいので、もう一度足の裏でバランスの取れる感覚養っていきます。右足を一歩二歩ぐらい外側です。左の手首をつかみましょう。息を吸って上に長く背を伸ばし、吐きながら体側伸ばし、このままの姿勢でもいいですが、まだ余裕という場合、左足でバランスを取り、右足を浮かしていきます。呼吸ごとに上に上に伸びる感覚。さあ、では上半身センターです。足を一歩クロス、上に伸ばしている手合掌か甲同士合わせたクロスした合掌に。さあ、もう一つ手を伸ばした後、まだいける場合、後ろ足を浮かして、さらにという場合は左から後ろを見て猫の尻尾ポーズ。この時も背骨が上に伸びるイメージは継続させましょう。さあ、ラスト吸って吐きながら体正面、両手ほどき、足も下ろしましょう。軽く足首周りほぐしたり揺らしたりしてリセット。そこからマットを横に使っていきます。足を大きく肩幅2倍程度開いていきましょう。私は鏡として動きます。右足のつま先を横へ、左のつま先正面か軽く内向きです。かかとから、だいたいかかとや土踏まずの位置が揃っているような状態にしたら、右の膝を踏み込みましょう。内に入る方多いので、つま先の方向に股関節を開きながら曲げるイメージです。辛ければ曲げ伸ばしですが、余裕があれば後ろ足を引いて、太ももしっかり地面と平行、骨盤センター、体のセンターに起こしたら、お腹をぐっと引き上げて、吸って両手を前、吐きながら右手クロス、肩甲骨抱きしめ、余裕があれば甲同士合わせるか合掌、腕を少し左側に引き、視線右側です。ここでも曲げ伸ばしをするとキープが長くできるので、しっかり足に効かせていきます。さあ、あと一呼吸。では次の吸う息で膝を伸ばし、両手を開いて上にまっすぐ伸びます。余裕があれば手首をつかむか、肘同士をつかんで胸を開き、鼻から吸って吐きながら、さらに体を左側に倒すように側屈です。もう少しという場合は、この状態でさらに膝を踏み込んで、胸の空間さらに開いていきましょう。さあ、吸って手を開いて、今度吐きながら右の手をももの上、さらに
左手を長く頭の先へ伸ばし、心地よければ指先遠く眺めます。後ろの足で踏みしめるのが大切なポーズ。では吸いながら膝を伸ばし、両手をほどき、骨盤にセット。膝曲げてからでいいので、つま先の方向をチェンジしましょう。左の膝折り曲げ、かかとの真上に膝、足のポジション、スタンスは自分の体に合わせること。しっかり土台安定で左右の足踏みしめられたら、吸って手を横。今度左手上になるようにクロス。この姿勢のままでもいいですし、余裕があれば合掌か、組んでいきます。腕を右に引いて視線左側。もう少しという場合はしっかり膝を踏み込んで呼吸。辛くなったら曲げ伸ばし。足の裏、今日の土台の安定も確認します。さあ吸いながら手を開いて膝伸ばして、万歳するように伸びます。吐きながら手首を掴んでいくか、さらに行けたら肘同士をキャッチ。息を吸って吐きながら見上げるように、ちょうどこの左の体側が伸びる実感を作ります。さあもう少し行ければ膝をここで踏み込んでトライ。胸が開くポーズ。さあ次の吸い気で手を開いて、吐いて左手を足、さらに吸って遠くに手を伸ばして、足と手引っ張り合いましょう。では吸って膝を伸ばして、両手を骨盤にセット。もう一度、今度左膝曲げて、つま先の方向左右平行にします。少し引き寄せてもいいですし、だいたいこの時も肩幅2倍ぐらいが行いやすいです。足の付け根に手を添えて吸って、吐く息、股関節から前に倒れましょう。背中と地面が平行。お腹の筋力も少し使われます。では吐きながら体をふわっと地面の方に下ろして、少しリセットするように揺らしましょう。さあ手がつかない場合は足の幅を開くか、膝を少し緩めてしまって構いません。では顔の下に右手を置きます。左手は骨盤のセンターの仙骨に当てましょう。左右の腰の高さをだいたい整え、吸って背骨を長く伸ばします。吐きながら左の肩を上に見せてねじりましょう。この時にまず足の裏が安定しているか、かかとの方ばかりに体重が乗って指が浮いたりしていないか確認。土台が安定して余裕があれば、さらに左手を上げて、首が痛くなければ指先を見ますが、今日は痛いなと思ったら下方向に視線を落として構いません。呼吸ごと手と手がスーッと伸びる感覚。さあ吐く息が来たら、上げている手を下ろして一度センターに戻り、もう一度顔の下に左手を置いて、右手は骨盤のセンターに置き、左右の高さが整ったら、軽くお腹を引き上げて頭遠くに置きます。ゆっくりと右の肩上、さらに余裕があれば右手も高く、肩の調子、首の調子によってはポジションを変えて、いつでも自分の体と相談して今日の姿勢を決めていきましょう。足の裏安定していない場合は、特に親指で地面を踏んで内もも、足に効かせます。鼻から吸って、吐く息で上げている手を下ろして、ここでリセット。膝曲げ伸ばしを入れながらでもいいので、揺らすことで背骨柔軟に使います。さあでは骨盤に手をセットして、お腹を締めながら
しっかり足で踏みしめて上体を起こしましょう。起き上がったら右のつま先また横に向けて、その膝を曲げて足挟むように両手セット。前の足を引いてダウンワードドッグ。足踏みをしながらでいいので、ふくらはぎや膝裏の伸び、しんどければ膝を曲げてかかとを浮かしたまま両手で地面を押しましょう。顎の力や首の力も楽にします。足の間を見て呼吸。さあ、吐きながら両方の膝を下ろしていきましょう。足の甲を寝かして股関節の真下に膝、両手は指先を自分の方に向けて肩の下あたりに手首をつきます。肩の下から一歩前ぐらいがいいかと思います。この姿勢が辛ければ指先通常に正面に向けましょう。さあ、背中フラットです。一旦吐きます。吸いながら反らす動作で心地よく喉元開いて前か上を見上げます。吐く息で背中をふう丸め込むようにしておへそを覗く動作。もう一度呼吸を通しましょう。さあ、背中が丸くなったら手を通常の方向、指先正面に向けて肩の真下あたり、少し肘を緩めて脇を締めるようにします。では左の足を一歩後ろに引きましょう。左右の骨盤の高さを整えてお腹ぐっと締めて、さらに余裕があれば右手を前、このまま遠くの床を見るか正面向き、ここで物足りなさをもし感じたら後ろ膝を曲げて右手後ろ、体弓なりに反らしていきます。手で足で手を引っ張る感覚。さあ、では手と足をほどいてもう一度起き直しましょう。お腹軽く締めて右足一歩後ろ、かかと蹴り出します。左右の骨盤の高さを整え、まだもしいけるようであれば左手を前、ここでキープし続けてもいいですし、もっとという場合は後ろ膝曲げて足の甲をキャッチする形、これは自分の今日の行いたいものを選択します。さあ、では手と足をもう一度地面へと置きましょう。今度は左の手の小指側、地面に下ろしたらスーッと前に伸ばしていきます。そのままお尻を引いていきましょう。左のこめかみをつけていきますが、肩が辛い痛い場合は肘を外側に開いてしまって構いません。右の手も置きやすい位置に引き寄せてしまって構いません。伸ばしたいのはこの腕から脇の方、体側部になります。今日の自分の体にここでも合わせることを忘れずに、あ、伸びて心地がいいなというポジションを見つけてセルフメンテナンスしていきます。吐く息ごと体の重みを自然と預けましょう。ではもう一度右手顔の目の前でグッと地面を押して左手を引き寄せたら、次は左手の小指の側面をスーッと前の方置いていきます。そのまま右のこめかみのあたり、地面につきやすいところを探りましょう。同じく詰まる場合は横に肘を逃がしていくと楽になります。ではこの姿勢で自分の小指から始まって腕や脇のあたり、背中にかけても伸びるポジションを探りましょう。
呼吸だけは自然と通します。そして左の肩は楽な位置がいいので、手のポジションも自分で力が抜けやすいところを探りましょう。では左の手、顔の目の前、手で地面グッと押して、四つ倍からお尻をストンと置き直し、今度は頭頂部を地面、両手でサポートして、圧がかかりすぎていたら少し手の力を借りながら、ゆっくり頭の刺激、優しくおでこの方から頭頂部のあたりを刺激して、頭皮も柔らかくし、血液の流れを整えます。ではゆっくりお尻をかかとについてチャイルドポーズ。では前でも後ろでも高さが欲しい場合は、おでこの下に拳を重ねます。息も、ゆっくり頭が最後になるように上体を起こして、肩を下回し、お疲れ様でした。今日は最初の方からしっかり脚力を上げるようなポーズ、そして後半の方では腕であったり肩、背中、腰などがほぐれていくような流れになっていました。難しいポーズもいくつかあったんですが、こう毎日日々続けていくごとに体が変化していくと思うので、その変化を楽しみながら続けてもらえると嬉しいです。そしていつも皆さんからのコメントが励みになっており、それをヒントにして次の動画も作成しています。ぜひいろいろなコメント、ご意見あればたくさん書き込んでみてください。では今日の一日も皆さんにとって笑顔であふれていきますように。ありがとうございました。